はい、ワンバンコ YTK でございます。本日はね、今ご覧にいただいております通り B4C さんのお話をちょっとしようかなと。で、皆さんもご存知だと思いますけども、 B4C さんね、新しいプロジェクトとしまして、雑誌を作るというのを今、されております。まあ、正確にはね、雑誌の編集長をされておりまして、でとあるあの出版社と一緒に自転車の雑誌を作るということをね、今されております。で、まあ、あの雑誌を一冊作るのにね、ものすごい金額がかかりまして、まあ、その一部をね、今、ご覧にいただいております通り、クラウドファンディングで、ちょっと出資者を募ろうということをね、今されているところでありますね。で、僕の方もね、一応出資の方は、ちょろっとさせていただきました。で、あとはね、もう宣伝するしかないと。で、まあ、見てたら他のチャリンコ YouTuber の方たちも、こちらのプロジェクトを支援したり、まあ、あとね、宣伝の方もされていたということで、じゃあ自分もせなあかなということで、今回今動画の方を作っているということでございます。で、皆さんね、ご存知の通り B4C さん、もう大人気ですよね。関西で多分一番最強のチャリンコ YouTuber ではないでしょうか。僕もね、すごく好きで、動画上がるたびに必ず見に行ってはおりますけども。で、このプロジェクトなんですけども、目標金額今ね、250万円のうち927万円も募っておりまして、残り1ヶ月切ってるわけなんですけども、まだまだね、時間ありますので、まあ、これをきっかけにまだ出資されてない方、ぜひとも出資していただければなと思いますね。で、今回ね、作る雑誌なんですけども、まあ、自転車系の雑誌を作ると。ただね、僕も自転車系の雑誌何冊か買って、実際見たことあるんですけども、まあ、やっぱり、ね、スポンサーがすごい多いんですよね。まあ、これはその自転車の雑誌に限った話ではないんですけども、雑誌一冊作るのにやっぱり、ものすごい金額が発生しまして、まあ、そのうちね、スポンサーから、まあ、出資を募っているわけなんですけども、それをしちゃうとね、やっぱりね、そのスポンサーに頭が上がらなくなるのは、もうこれ自然のことなんですよね。で、僕も過去に、ライトのね、提供いただきまして、まあ、そのやっぱり提供いただいた以上はね、うかつなことは言えなくいいわけで、まあまあ幸いね、僕が提供いただいたオーライトなんかはものすごくいいライトだったので、本音で喋らせていただきましたけども、やっぱりね、興味のないことでもお金がたくさん入っちゃうとね、興味があるように言わなきゃいけなかったりとか、まあそれは当たり前なんですけども、まあそうなるとね、やっぱスポンサーに偏った、内容になると、まあ見ててつまんないっちゃつまんないんですよね。で、今回 B4C さんがね、したかったのはここですね、スポンサーに忖度されない、ね、差別しない、マウントしない、全国の全ジャンルの自転車好きに広く参加してもらうというのが、まあ、目的なわけですね。で、すごい分かりやすいところで、スターウォーズって皆さんご存知ですか？スターウォーズ、ジョージ・ルーカスが作った映画ですね。ジョージ・ルーカスが作った映画のうち、あれ全部で9部作あるんですけども、最初に上映されたのが456というお話でした。エピソード456ね。で、その時、配給会社と、まあ、スポンサーだと、お金を出し合って作ったわけなんですけども、やっぱりね、その映画だとかドラマだとかスポンサーがついちゃうとね、シナリオにあれやこれやと言ってくる場合もあるらしいんですよね。で、ジョージ・ルーカスはもうそれが嫌になって、次のお話エピソード 1,2,3 はなんとポケットマネーで、映画を作ったと。で、なんでまあそうしたかというと、もうあれやこれや言われたくないと、自分が思っている映画を自分の好きなように作りたかったというのが、ジョージ・ルーカスの思いで123ができたというわけですね。まあ要はそういうことですね。自分のやりたいようにね、できなくなっちゃうんですよね、スポンサーがついちゃうとね。で、まあ、今回、まあ、そういうのを、なくして、自分たちの思うような、雑誌を作ろうということが、まあ、狙いかなというようなところですね。朝日に輝くホテルニューアワジ、ニューアワジ .com。 ホテルニューアワジ、夕日が美しいホテルニューアワジプラザ淡路島。で、今回の趣旨といいましては、まあもう知ってもらいたいと、このね、プロジェクトをより多くの人に知ってもらいたい。で、あと、出資の方もね、まだ日にちの方残っておりますので、
目標金額まだ達成しておりませんのでね、少しでも構いませんので出資していただければなと思います。で、僕の方なんですけども、一応この、1万5000円の方でね、出資の方をさせていただきました。リターンの方が、まあ4分の1の、まあ、ページをいただけると、まあ、ここでね、自分の、まあ、チャンネルとか、まあ、宣伝の方に使おうかなとは思ってますけども、最初はねこっちの3万円の方をしたかったんですけども、この間ハンドルとステム買ってね、お金なくなっちゃったんでちょっとこっちの方は諦めてね、この1万5000円の方はさせていただきました。で、仮にねこっち押したところでね、ハンページも何載せんねんというのが正直なところがありますね まだ、2名の方しか出資しておりませんので、まだ枠8人分残っておりますので、よかったらこちらの方もねご検討いただければと思います。すごいのがね、この5000円の方はもう完全に、支援が達成したということですね。これすごいですよね。僕も正直これ欲しかったんですけどね。ということで、まあ、今回、まあ、僕ねこの1万5000円の枠を、まあ支援の方したんですけども、また新たにねこの1万円の枠ができたので、今回ちょっとこっちを支援しようかなと。で、お前もうね1万5000円支援したんちゃうんかって言われそうなんですけども、まあまあね、縁起もんやから T シャツちょっといただこうかな。まあ T シャツ買おうもだ安いですよね。安いんか、布切れたぜ。布切れに1万円か。まあこれサイズってどうなん。俺 L なんかな。 L でか。僕 T シャツ着ないんですよ。まあまあまあ T シャツとあとタオルと、まあ雑誌がまあ一冊いただけるよということで、じゃあちょっとこっちの方を支援しましょうか。はい、支援の方が完了しました。物好きですね。美保資産に2万5000円も支援しちゃいましたねはい、ということでね、今回美保資産の、雑誌を作るというプロジェクトの方に追加で支援の方をさせていただきました。発売は夏頃になるのかな、ね、こちらの出資の方もまだまだ時間ありますので、お金に余裕のある方は、出資の方をしていただきまして、出資が終わった後も、夏頃にこんな雑誌出るよというあのお話は、広めていただければなと思います。はい、ではね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。